トランプ政権からバイデン政権へと、アメリカの指導者は変わりましたが、対中政策に変化はなく、二国間の緊張は緩む時がないようです。まあ、日本にとってはアメリカが味方してくれるわけですから、いいことなのですが、資源問題などを考えると、手放しで喜んでいられない面もありますよね。さて、中国は、アメリカと台湾の接近を牽制するための軍事演習を繰り返していますが、その最中、中国最強と言われる攻撃型原子力潜水艦が、台湾海峡で事故を起こし、なんと乗組員全員が死亡したという未確認情報が飛び込んできました。今回は、このニュースについて見ていきます。インターネット上に出回っている情報では、中国が保有している093型小級攻撃型原子力潜水艦が、過去数日のうち、詳細不明の重大事故を起こしたということです。乗組員は、全員死亡という報道もあるそうです。確かに、原潜の事故なら、乗組員全員死亡という悲惨な結果もありえないでしょう。中国政府は、以前から、台湾は、中国の一部と主張し、いずれ再統一されるべきと考えています。国際的な会議などでも、折に触れてそれを主張しています。しかし、台湾は民主主義体制を樹立していますから、長年、中国からはすでに独立していると主張し、むしろ、西側諸国との連携を進めてきたという経緯があります。現在の台湾の政治体制が樹立した経過を考えても、別の国と言わざるを得ないと思うのですが、近代史を学んだ人なら、日中戦争からの中国国民党と共産党の対立もご存知でしょう。日本と戦争をする一方で、中国の国民同士での戦いも繰り広げていたのです。両面作戦を強いられた中国共産党でしたが、毛沢東や周恩来などをはじめとする指導者たちの戦略によって、蒋介石をリーダーとする国民党は台湾へと追いやられました。この際、蒋介石軍が中国本土の紫禁城の財宝を台湾に持ち出したのが、現在の台湾故宮博物館の収蔵物になっているわけです。といった歴史があるので、今更中国本土と合併する気にはならないというのが台湾の本音ではないでしょうかね。中国当局からは、自国の潜水艦が、台湾海峡で事故を起こしたという事実を正式に認める発表はありません。8月22日に中国国防省が行った記者会見でも、この問題についての言及は全くありませんし、中国国営通信も、この問題を一言も報じていないのです。一方の台湾当局も、こういった報道を確認していません。台湾国防部報道官は、22日に、台湾の報道機関が放送した定例会見の中で、台湾軍と政府は潜水艦事故の証拠を入手していないので、一連の報道の裏は取れなかったと述べました。確実な証拠はまだないというわけです。潜水艦に詳しいアナリストの X、旧ツイッターへの投稿によると、中国原潜事故の報道を裏付ける説得力のある証拠はまだ一つもないと書き込んでいます。イギリスのシンクタンクである国際戦略研究所 IISS インターナショナルインスチュートフォーストラテジックスタディーズの調べでは、中国は小級攻撃型原子力潜水艦を6隻所有しているそうです。前述のアナリスト曰く、攻撃型原子力潜水艦は中国海軍が保有する中で一般的ではないが、今のところ最も強力な潜水艦であると書いているようです。潜水艦事故をめぐる一連の報道に先立って、中国は台湾周辺で大規模な軍事演習を実施していました。実は中国と台湾、アメリカの間では何ヶ月も前から緊張が高まっていたのです。アメリカは一つの中国政策の下、台湾と正式な関係は結んでいませんが、台湾との間で非公式の強固な関係を維持しています。中国の台湾周辺での軍事演習は頻度が多くなっています。2022年8月ナンシー・ペロシ米下院議長当時の台湾訪問に対するかのように行ったこともありますし、4月には蔡英文台湾総統とケビン・マッカーシー現アメリカ下院議長の会談の後、台湾周辺で数日間、
軍事演習を実施したのです。中国国営新華社通信によると、台湾方面を管轄する中国軍東部戦区が台湾周辺でのパトロール及び海軍と空軍合同の軍事演習を19日に実施したそうです。東部戦区の報道官は、空域及び海域掌握のために合同訓練を行ったと説明し、この訓練は台湾当局と外部勢力及びその挑発に対する重大な警告だと述べました。台湾国防部は23日の X 旧 Twitter へ、同日午前6時現地時間頃、台湾周辺の空海域で中国軍の航空機6機と艦船8隻の活動を検知したと投稿しています。この前日には、中国軍航空機15機と艦船10隻も認めたという投稿もありました。しかし、これは8月22日時点で根拠のないフェイクニュースと判明しています。この情報を発信していた YouTuber 大本は、アメリカ在住の華僑系の人物で、新型コロナなどでも陰謀論という嘘のニュースを連発していたというとんでも前科があるのです。今回の中国海軍093型攻撃原潜の事故という情報も事実無根のデマでした。万が一原潜の事故があったら、潜水艦に搭載している核燃料を含め海洋を汚染しないようにきっちり対応するべきですよね。福島原発事故の処理水にこれだけ大々的にクレームをつけているんだから、原潜の処理方法をじっくり見物させてもらいましょう。むしろ教えてほしいと思いますね。ロシアは中国の対日批判を支持し、1993年平成5年に退役原潜の原子炉を含む廃棄物を日本海に海洋投棄しているのがバレたため、非難を浴びたはずですね。バーゼル条約、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する条約違反ではないかと、世界中から批判を招いたんですが、当時は今ほど環境問題を深刻に考えられていなかったためか、批判を招いただけで終わっていたのです。批判を浴びたロシアが反省したかどうかはわかりません。ちなみに、日本政府はこうしたロシアの行動をきっかけに、日本海でのモニタリングを強化するようになりました。仮に中国、ロシア、南北朝鮮が放射性物質の非処理水を大量に海洋放出したとしても、日本海に流したとすれば、問題のあるレベルになったら日本の危機は検知すると考えられます。でも台湾海峡は外国の領域ですから、日本の危機で探知は無理ですね。つまり台湾海峡で原潜事故があって放射性物質漏れがあったとしても、日本は知るすべがないということなのです。中国の日本福島処理水問題で国を挙げて日本へ攻撃、中国国内の不況を日本へ向けるという行為は、韓国もそうですが、いかがなものかと20年前から考えていました。中国経済はさすがに崩壊している状況、各国主要企業が中国を次々と撤退、共産党の悪意が中国人にもバレていると分かっていない、すでに知っている中国人は海外へ逃亡していますし、日本に住む中国人の数は年々減少傾向です。フィークアウトしていますね。中国人のプロ市民化が日本では問題になるほど、バスで移動してきて抗議活動するほどのプロ市民をあなたは知っていますか。中国の潜水艦技術はまだまだですが、これから高性能化することは間違いないです。しかし中国経済が大失速で世界経済への打撃が囁かれる昨今、技術の進歩はもうピークアウトしています。